道の前遺跡は、山形県坂田市法蓮寺にある、平安時代の城作や漢画に関連すると見られる遺跡。1979年10月23日に、国の史跡に指定された。山形県の省内平野を南北に二分して、もがみ川が流れている。北側の平野部では、出羽丘陵から流出した日向川と荒瀬川が合流し、その合流点付近は、 両川の旧氾濫源が形成する尾高地が西に向かって張り出している。この尾高地は山麓から西3トルほど張り出しており、この尾高地上に大規模な古代の遺跡が集中している。尾高地生丹には国の史跡、木の和作跡が所在する。この遺跡は1931年に発見され、片約7 2 0ルを咲くで囲む遺跡として著名であるが、 最近の中心部の調査により生前たる祖先建物等の配置が判明し、平安時代の出は国庁ではないかとする説も提出されるに至っている。この木の浅く後の真東約 3km の丘陵誕生には、八森遺跡という漢画風の配置を持つ祖先建物等からなる平安時代の遺跡が見られる。この両者のほぼ中間。 昨日は咲く後からは東約1キロメートルの位置に、この道の全遺跡がある。この遺跡は、1955年、大量の建築材等が発見され、著名となった。この材のうちには、柱材や、投げ地、土等の他多数の土器等が含まれており、続いて1973年以降の調査の結果、かつて発見されていた。 古建築材は、低地帯における建物基壇の基礎工事としての、イカダ風事業であることが判明した。材木層の上に、赤土層とバラス層を廃止、周辺を13メートル13.5メートルの規模で、掘立中列が巡っている。この建物の北から西を巡って南へ流れる溝が見られる。基壇建物の西には、島に県の南北島建物二棟が、 ほぼ同一に営まれている。建物は柱間寸法がそれぞれ15尺、柱計も1尺8寸と非常に大規模であり、柱根自体も3本が依存している。同一の別の建物は柱間が14尺ほどで柱根2列が依存している。基段建物の北にも同じく柱間寸法15尺の建物の西妻と見られる柱穴が3個あり、この地域に 巨大な掘立柱の建物群があったことを伺わせる。これらの建物を囲むように北と東には溝及び埋め込みの板の基部が認められ、これに並行する溝も見られる。建物間には溝の多角所に土工が多く認められる。以上の異溝の内基団建物とその周囲の溝などは平安時代末期以降に属するものと見られ、掘立柱建物は10世紀頃に属するものである。 ことが、出土品等より判明している。この遺跡は、都の城跡でも、例の乏しい大規模な柱間寸法を取ること、大きな柱形を持つこと、建物群とそれを取り囲むであろう、板や溝の採算の構築、建築学的に、珍しいイカダチ業、イカダ業に含まれる古建築材の依存、依存材や基団による建物の復元等、極めて顕著な所見を提出している。 西隣にある、木の浅く跡と平村関連する遺跡として、重要なものである。おそらくこうした遺跡は、木の浅く跡や八森遺跡と相互に関連する遺構であることは明らかであり、今後の調査の進展とともに古代で和国を解明する上で重要な役割を果たすと考えられている。ありがとうございます。